お前が。あんたが。なんなの？このクソ大事な時に。無視して早く続きを。寒いし。何よそれ。そんなの台無しじゃない。さっさと取れ。ああ、わかった。おい、高須、何してる？え、北村？お前と愛坂の親がお前らを探してあちこち連絡。ああ、いいから今から言うところへ来い。待ってくれ、北村。髪に鼻水ついた。何よその格好。なんでお前ん家に集合なんだ。あんたたちの母親包囲もうちまでは回ってないのよ。今日はおばさんたちもいないから早く入って。ああそのままじゃ風邪ひく。先シャワーね。突き当たり右。ほらこれとこれも。あんたに気使われるとはね。あんたね。ありがとう。ああタイガ靴。ったく川島。え、うん、そうだ、高須くんの着替えは優作が持ってきてくれるって。何から何まで悪いな。お邪魔します。どう。あんたさ、タイガーが好きなのよね。な、何言ってんだよお前。好きなのよね。おう。ちゃんと言って。なんだよお前。言って。どうして。言って。タイガーが好きだ。のろけてくれちゃって。お前が無理やりのろけさせたんだろうが。タイガー。心配させやがって。こんやろこんやろこんやろ。みんなね、みんなね。北村、いろいろ悪かったな。いや、それよりこれからどうするつもりなんだお前たち。うん、その俺たち駆け落ちしますけん。は？本気ですけん。なるほど、あと2ヶ月待てばっか。何納得してるわけ。駆け落ちで結婚？飛躍しすぎなのよ。龍二が18になるまでだもん。そうすれば。大体どこで寝泊まりするの。それはとりあえずビジネスホテルとか漫画喫茶とか。ずっとその生活続けるつもり？いや、だから戻ってきたら。戻れると思ってるのか。捜索願でも出されて学校中で噂になってみろ。下手したら退学だぞ。それは私がね、望んだものは全部壊れちゃう。だから何も望まないんだって決めてた。でも気持ち報われちゃった。望みが叶っちゃった。だから望むものは壊れちゃうって、そのジンクスを私は壊したい。ううん、壊さなくちゃいけないの。だからだから、うん、いい感じに人肌に温まった通帳だ。バイトで貯めまくった金が入ってる。なんだよこれ。高須くん、タイガ、あんたたちが正しいとは全然これっぽっちも思わないよ。賛成なんて絶対できない。ミノリ、ただこれがあんたのやり方なら反対もできない。だから持って行ってくれ。いつか必ず私に返すために。ほら、うちの別荘の鍵よ。一度行ったから場所はわかるでしょ。川島、俺も忘れてもらっちゃ困るぜ。これを受け取ってくれ。ありがとうみんな。じゃあアミ、今日はありがとな。はいよ、お疲れさん。ミノリンはアーミンとちょろっと話があるからさ。はあ、なんであんたなんかと。仲直りしたんだ。よかったね、バカチ。いいから早く行け。こいつも。じゃあ、ミノリン、バカチ、またね。絶対またね。うん。じゃあ。え、何よ、話って。すぐ話せ。
腰が抜けてもう立てんのじゃ。ちょっと何やって何よ、私に泣き顔を見せるわけ。涙は心の話だっての。それって何の涙？タイガーを高須くんに取られたから？それともよくわかんねえ。もう泣かないって、絶対泣かないって決めてたのに。情けないやつ。でも分かったこと一つ、廊下で転ぶと鼻血が出て、人生で転ぶと涙が出るんだ。真っ赤じゃないの？私らが人生語るなんてまだ早いっての。これから先、10年先も20年先も60年先も続いていくんだからさ。準備が終わったらうまく抜け出してくるのよ、やっちゃんには。心配するな、うまくやるよ。じゃあ。待って。そうだ、ドライヤー持ってきて。私の方の荷物重くなの嫌だから。ああ、わかった。だったらあんまりヒラヒラした服持ってくんなよ、かさばるからな。わかってるってのは。用意終わったらすぐ出てきてね。何かあったらすぐ電話。ああ、すぐな。ただいま。まだ帰ってきてないのかよ。インコちゃん。ヤスコ。おじいちゃんとおばあちゃんのお家です。この時計を見せればいろいろよくしてくれると。しばらく休むって。あいつ逃げやがった。どんだけ子供なんだよ。逃げてたら誕生日が来たって大人にはなれない。うわっ、よっこれと。昨日も自慢してたじゃない。さっさと食えよ、いつまで見せびらかすつもりだ。あんた賞味期限ギリギリまで。あんた学校はチョコレート交換するとこじゃないって言ってなかった？交換はしてないもん、持ってきてるだけだもんな。タイガー、あれ休みだよ、タカスくんも。なんだよ、二人揃って風邪か。熱があるんだろ。はい、おー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 、おーはしー。ねえ、あんたさ、おーはい、おー、本当に見送りに行かなくてよかったの？え、なに？聞こえねー。心臓筋肉女もタイガーとタカスくん両方に振られちゃさすがに逃げるか。あんたと雪合戦。うん、受ける。汚れを知らぬ白い玉。うん、駆け落ちのおやつだからちょっと大人っぽいのにしてみた。ほら、シガレットチョコにとんがらしせんべいでしょ。あと俺も弁当を作ってきたぞ。ほら。駆け落ちの弁当は駅弁って決まってんのに。食べるけど。おふくろさんどうだった？あの人が気になるのは世間体だもん。大騒ぎはしないはず。ねえ、やっちゃんどうだった？ああ、まあな。今だから言うけどね、やっちゃんが私たちは三人家族だって言ってくれた時、毛穴がねブワーってなるくらい嬉しかったのよ。私さ、家あんなじゃない。だからこのまま本当の家族にって。やっちゃん泣くかな。
でも違う、そういうの大別れじゃないんだもん。だから駆け落ちが嫌とかじゃなくて、それはすごくいいんだけれど、でも、うん、そうだよな。あのさ、タイガ、お父さんこれは確かに。じゃあ君がその、はじめまして、あなたたちの孫、高須隆二です。そんでもってこいつが俺の嫁です。そんでもってお願いがあります。逃げるんじゃなく、俺たちは龍二が見せてくれた龍二だけのやり方、今度は私の番だよね。ねえ龍二、笑わないでね、怒らないでよ。